ダービージャー本部のフェアトレードディスプレイ。公正取引とは、発展途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することを通じ、立場の弱い途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す運動である。オルタナティブトレードともいう、連帯経済の一翼を担う活動でもある。公正取引という表現は、政府との関係がある組織にも使われているので、 誤解対策のために適正な報酬での取引という交代表現も使われている。トゥルクのフードショップ、ブルッセルのオックスファム。国際的な貧困対策、環境保護を目的とし、アジア、アフリカ、中南米などの発展途上国から先進国への輸出において、こうした取引形態が採用される場合がある。主な品目として、コーヒー、バナナ、カカオのような食品、 手工芸品、衣服がある。需要や市場価格の変動によって生産者が不当に安い価格で買い叩かれ、あるいは工場的な低賃金労働者が発生することを防ぎまた自動労働や貧困による乱開発という形での環境破壊を防ぐことを目的としている。最終的には生産者、労働者の権利や知識、技術の向上による自立を目指す。貿易における 先進国と途上国の公平さを図り立場の弱い、途上国の生産者、労働者により良い取引状況を提供し、彼らの権利を強化することで、持続可能な開発が実現できるように貢献する。また、従来の国際貿易の規則と実態を変化させる、ために働きかける。19世紀のオランダ東インド会社の官僚だった、エドアルト・ダウス・デッケルは、帰国後ムルタトゥーリの、 ペンネームで、ジャワ島のコーヒープランテーションでの無慈悲な作取の実態をもとにした小説、マックス・ハーフェラール、もしくは、オランダ商事会社のコーヒー競売を書き、社会にセンセーションを与えた。作取に対する償いをするべきというミニーの高まりから、19世紀末に、オランダ政府は倫理政策を策定し、植民地の人々のための公共事業や、 社会インフラ整備などの投資を行うようになった。しかし、第二次世界大戦によって、植民地経営、経済が麻痺状態となり、植民地への関心は薄れてしまった。第二次世界大戦後、ブレトンウッズの会議でガットの創設が決まった。デッケルの思想的後継者たちはガットを、 穏やかな均衡化の仮面をつけた球体依然とした残忍な植民地制度として急断しフェアトレード活動家と呼ばれた。現在のフェアトレード運動の原型はエドナルース・スバイラーというアメリカ人女性が始めた貧困地域の思考芸品を持ち帰ってアメリカで売り利益を還元したヒエリ事業が元になっている。この事業は10,000ビレッジズと呼ばれる。 国際小売チェーンに発展した。第二次世界大戦後の東欧の経済復興のため、主工業品の輸入を行ったのが、フェアトレードの考えの始まりと言われる。1960年代に、経済的、社会的に立場の弱い生産者に対して、通常の国際市場価格よりも高めに設定した価格で、継続的に農産物や手工芸品などを取引し、 発展途上国の自立を促すという運動としてヨーロッパから始まった。イギリスのトレードクラフトやドイツのゲパのような団体が生まれた。その後、フェアトレードの考えに共感した流通ビジネスを巻き込みより一般市場向けの製品の販売を始めた。また、フェアトレード認証マークも生まれた。フェアトレードラベルの第1号はメキシコのコーヒー生産者団体とオランダの マーケティングコンサルタント会社が設立したマックス・ハーフェラール財団のトレードマークだった。現在、イギリスやカナダを中心とした欧米では、フェアトレード認証製品の販売や利用を促進している街を認定するフェアトレードタウン制度が広がっているほか、スターバックスに代表されるような一般の企業も参入している。日本のフェアトレードは1986年に株式、 外社プレスオルターナティブの第三世界ショップに始まる。1989年にオルタートレードジャパンが設立され、主として政教内でフェアトレードを広げた。1990年代にはいくつもの団体が生まれ、日本各地でフェアトレードショップができた。2000年代に入り2002年にスターバックスコーヒーの販売を始めたことを筆頭に、2003年にイオンが ペアトレードコーヒーの販売を始めるなど、特にコーヒー製品で大手企業が参入している。ありがとうございます。